はい、こんにちは、タカです。今週はもう水曜日の FMC、ここが大注目だと思います。この FMC までに相場の方が動くかどうか、このあたりがまあ注目ポイントかなと僕は思ってはいるんですけども、ただ動くんであれば先週の木金あたりで僕はもう動いていてもよかったと思うんですね。結構動かなかったんで、これはもう FMC まで動きは鈍いのかなと、そんな風には考えてます。当然ブレイクしてくればその流れしっかり見ていかないといけないですけどね、基本的にはレンジの継続を考えていきたいなと、ですけども昨日相場そこそこ動いてるんですよね、そのあたりを少し見ていきたいと思います。こちらがドルインデックス1時間足に冷やしを重ねています。まずはドルですけども、レンジからブレイクしてる強い上昇トレンド、これはずっと言ってる通りですね。前回の FMC でつけた高値安値がこのあたりになります。今は調整が入っているんですけども、流れが止まってこのあたりですね、すごく小さなレンジ相場、ここと比べてもレンジの幅がかなり小さいですから、同じサイズで見ているわけではないんです。思わせず小さな波ですかね、こういった青い上昇トレンドも別に見えてますけども、この押し安値がちょうど今のこのレンジのところに来てますんで、これを割れるかどうかの今は攻防の真っ只中。そして現状まだこれ決着ついてないです。割れてないですから基本的に僕はドルは強いものとして見ていますけども、ただこれは割れていないからそう思うんだってね、割れてくればこれは考え方も変わっていきます。ただ現状はこれなかなか決着ついてこない、この決着というのがFMC でつくんじゃないかと考えています。FMC は明日ですから、今日もやっぱりこういった微妙な環境は続いてしまうんじゃないですかね。現在地はレンジの安値圏、昨日は少しドル売り強く出ましたけども、ただブレイクまでは至ってないですね。ということは割れてはいないということでもありますからね、この間はドルは強いものとして見ていこうかと思います。メインシナリオはドル買いですかね、ただし現状もレンジが見えてます。 FMC まではこのレンジを強く意識して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。まずはドルですけども、これはもうレンジ相場を見てますからね、基本的には動かない相場を考えてます。ということはここ最近ドルとの逆相関が生まれやすいこのユーロというのも、ドルが動かなければ動きづらいんじゃないかなと。ですからこの2通貨が絡むような通貨というのは、どうしてもトレンド生まれづらいのかなと、そんな風に考えてます。では円なんかどうですかね。円は昨日かなり大きく売りが入りました。ただそれ言うんであれば先週の金曜日円すごく強かったんですね。買われた分が売られたといった形で見ていくんなら、昨日はすごく弱かったこの辺、継続して今日も売りが入ってくるかどうかは少しわからない部分ないですかね。上下によく動いてますから、ボラはすごく出やすい状況かと思いますけども、トレンドというところを見ていこうと思うと少しこれも難しそうです。ということで、円が行ってこいになってしまいましたからね、この円の方も少し難しい環境になってしまったかなと。ユーロ、ドル、円、このあたりが少しわからない環境になってしまったら、さすがにちょっと流れ見ていくの難しくないですかね。発行数の多い上位3通貨の方向性がちょっと見えてこないです。こういった環境で明日 FMC を控えているわけですからね、動くかどうかわからないですけども、僕はもうこれは動いてこないんじゃないかなと。仮にこの状況で強いトレンドが出たとしても、なかなかこれについていくのも難しいと思います。基本はもう買いが入ったり売りが入ったり、レンジを強く意識して値動きを見ていこうかと思ってます。ただそんな中でこのポンドとゴールド、特にこのゴールドに関しては今月7月ずっとこれ強い流れ出てますんでね、ゴールドはしっかり買いが入ってるなと。昨日なんかも買いが入っていましたけども、この流れはしっかり見たいなと思ってるんですよね。逆にポンドなんですけども、これが今まではすごく弱かったんですけども、昨日買いが入ったんですね。ではこの買いで環境が変わったのかどうかをまずは見ていきたい。今まではポンド弱かったですから、上がったらやっぱり売りたいなとなってくるわけですけども、高値これブレイクしてなければね、売るのは全然いいんですけども、これブレイクしてれば全然話変わってきますんで、そのあたりはポンドドルあたりで見ていくのがいいのかなと思ってます。そして最後にドル円ですけども、昨日円弱かったですけどもね、やっぱりちょっと方向感ないような状況になりやすいんじゃないかなと。となると、ドルも円も方向感がない、ちょっと動きにくい環境は今日も続いてしまうんじゃないですかね。大きなトレンドを期待するよりも、高安を意識したレンジ相場、これを見ていくのがいいのかなとは考えています。こういった環境を踏まえて、各チャートを見ていきたいと思います。はい、変わりまして、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。ドル円、週足環境を見ていくともチャートはすごく強いですね。ただ現在は流れが止まって調整局面、僕はレンジを意識しているんですけども、特に先週と先々週、これ少し判断分かれそうな値動きだと思います。ブレイクしてるかしてないかと言われたら、明らかにブレイクはしてますからね。ブレイクした後の締め買いを見ていきたいと、考えるのはこれは何もおかしくはないと思います。ただこれがブレイク失敗、潰されたと見ていくんなら、これは状況変わります。ここにはレンジがあるわけですから、現在もまだレンジそば、すると今の現在地はレンジの高値なんですよね。
するとブレイクしてくればこれは上昇を見ていきますけども、ブレイクしなければレンジの高値ですから自然とこう売りが出てきてもおかしくないわけで、ロングを見ていくならこの売りにしっかり備えないといけないですね。それに加えて今のこの相場環境、ドルや円の方にいまいち方向感が見えてこないですから、ということはなかなか大きなトレンド期待できない、週足のブレイクなんていうのはもうかなり大きなトレンド出てこないと難しいと思いますんで、まあ、そういった意味ではこの137円、このあたりがまあレンジの高値付近になっていると思いますけども、こういったところを抜けていくには少し力不足のようには感じてしまいます。ではどうなったら強い買いや売りが入ってくるのか、これは FMC じゃないですかね、まあ、この結果を受けて注文が入ってくると思いますから、その時にこのトレンドをしっかり見極めていけばいいんじゃないですかね。ということで、今日はレンジの高値圏を意識して、まあ、ロングは少しやっぱり高値ですが難しいと思いますから、チャンスがあればショートは見ていきたいなと思います。はい、こちらが1時間足日足を重ねています。日足を見ていくと高値をブレイクした強い上昇トレンド、深い押しが入りましたけれども昨日で一旦流れ止めましたかね。そうなると押し目買いを見ていくと、安値も割ってないですからね、こういった流れを見ていくというのは何もおかしくはないと思いますけれども、ただこの137円をレンジの上限、壁として意識していくと、ここで本当に勝っていいのかどうかというのが、まあ、少し疑問が出てきてしまいます。むしろこの辺りで上値が重くなってしまったら上限に壁が見えてきますからね、小さなレンジなんかも見ていかないといけないかもですね。ただまあ上下1円幅のレンジですから、こういったレンジというのは FMC でも簡単に抜けてくると思います。あくまでまあ今日限定というところですかね、高値が137円、安値が136円、今日に関してはこの1円幅のレンジというのを強く意識して値動きを見ていこうかなと思ってます。そろそろ高値圏ですからね、まあ、こういった環境を見てもロングは少ししんどいかなとは感じてしまいますね。まあ、当然ブレイクしてくれば話は変わってはきますけども、一旦は137円台、この辺りの上値の重さというのを意識してショートをしていく場所を探っていこうかと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ていくとサポート割れている売りのトレンドが見えてきますからね、戻り売りを見ていくというのは特におかしい部分はないと思います。上値が重くなれば売りたいなとは考えてはいるわけですけども、ただこれ夜まで結構強かったんですね。短期的には上昇トレンドも見えています。高値抜けてますからね、これではなかなか売るのは難しいかなと、売るんであればやっぱり上値の重さは見ていきたい。日足のレンジ上限というのが137あたりで今は見てますから、このあたりに近づけばやっぱりショートは意識したいところ、ただ上がってる最中にショートをする必要はないと思いますから、このあたりでまあ小さなレンジなんかを組んでくれたら分かりやすくはなりますけどもね。ですからまあ何が何でもこの高値からショートをしていくというつもりはなくて、あくまで形が整えばですね、上値が重い形が見えてくればその時にショートは見ていきたいなと。短期的には上昇トレンドがここにも見えている点は忘れないようにしたいですね。まあ、なんなら抜けてしまうかもしれませんから、ショートしていくんならこの動きにしっかり備えていかないといけないとは思います。ただ上位足の環境からも一旦は137、この辺りの上値の重さ、壁として見ていこうかなと。目標もね、まあ、大して大崩れを見てるわけではないです。直近安値136、この辺りまでを目指したショートですかね。あくまでレンジの上から下までの流れ、大きなトレンドは期待せずに見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。ダウは強いですね。直近高値ブレイクした上昇トレンド、強い環境があるんですけども、今は流れが止まって調整局面、レンジ相場が見えてますね。まあ、指標なんかを見てるとね、まあ、少しこう景気後退のサインなんかもうっすら出てはきてますけども、ただしっかりチャートは高値をキープしています。もう完全に折り込んだ形ですかね。まあ、問題は次の利上げの幅なんか意識されてくるんですかね。まあ、どうしても1%上げとかなってくるとね、まあ、少し売りの方も出てきそうですけども、まあ、それなりに織り込んだ状況には感じますので、例えば 0.75% 上げとか、そのあたりで済むんであればもう一段高あっても良さそうな感じはしますけどね。今のこのチャートで言えるのは、チャートはすごく強いということですね。売りを見ていくにはまだタイミングは早そうだということですから、まあ、売っていくんならせめて見えてるサポートが割れるというね、こういった結果ぐらいは欲しいところですね。目線はロングになってくるかと思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。日経平均も強いですね。2万7000を抜けてからは上昇トレンド、また現在は流れが止まって調整局面、2万8000が意識されてきましたかね。どうしても少しまこの辺りは上値が重くなってしまってます。ただし、本当に上値が重いなら売りが入ってきますからね、全然ま大した売りでもないですから、この辺りの調整局面を見ていくことになるかなと。調整ですから僕ならまずはレンジを疑います。レンジですから上下の壁が見えてくるはず、上は見えてますから問題は下のサポートかなと思いますけどね、まあ、2万7500円あたりが一つの候補にはなってきそうです。
そしてこの日経平均もやっぱり FMC、ここが気になるんじゃないですかね。まあ、チャートはすごく強いと思います。今のところこう売り材料が、まあ、チャートからは見えてこないですから、まあ、相当ネガティブなニュースが流れてこない限りやっぱり買い圧力強そうですけどもね、今のところはロングを見ていくことになりそうですね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、 1時間足に冷やしを重ねています。金なんですけども下落トレンドが止められて調整局面、まあ、特に先週のこれ水木あたりですか、このあたりの動きがすごく面白そうだなと思います。底堅い動きも完全に見えてますね。下は硬い、なら上はどうだというのが今の環境だと思いますけども、ただ昨日売りが入ってしまいましたね。上げた分を潰してしまいました。こうなると上値の重さが見えてしまいます。大きな下落トレンドもここに見えてますから、今はこれぐらいのサイズで見た調整局面ということになってきそうですかね。チャートはすごく弱くは感じますかね。今のところこう金を買っていく材料というのがあまりないように思います。ただまあ相当売られたという形もありますから、まあ調整のレンジ、もうしばらくこれ見ていくことになるんじゃないかと思います。現在地真ん中ですから、こういった真ん中の位置というのは注意はしたいところ。買っていくなら下からですね、売っていくなら上から、まあ、こういったところはね、しっかり見ていくべきところだと思いますね。レンジ相場を想定して見ていくことになると思います。はい、変わりましてこちらが US オイル、原油になります。4時間足にシワシワを重ねています。もうずっと言ってますからね、もう耳たこですかね、95ドル、このあたり割れるかどうかを判断基準にしてます。まあ、先週ですけどもね、これ買い入ってたんですけども潰されてしまいました。その前の週、かなり大きな陰線があるんですけども、この高値すら抜けてないですから、基本的にやっぱり戻りが入ってはいましたけども、あくまで調整の戻りに過ぎなかったんじゃないかなと。売りのトレンドを今見ていく状況ですね。ただ先週の動き、そしても今週の動きなんかを見ても調整の動きは少し見えてきています。この下のサポートというのはここだけではなくて、この大相場が起こった起点の部分でもなってますんで、そう簡単にやっぱり割ってこないんじゃないかなと。下は硬そうなんですよね。ですけどもチャートはすごく弱い、まあ、いつか割ってくるんじゃないかと思いながら今値動き見てるんですけども、ただ突っ込んだところのショートはやっぱりどうしても難しいと思いますから、売っていくんなら戻りを叩くというのがメインシナリオになってくると思います。まあ、先週もかなり上値が重い状況見えましたからね、再度100ドルを超えてくるというのは少し難しい状況もあるかもしれないですね。まあ、何せよ僕はもう目線は全然ショートではありますけどね、ただ下の方で売るほどのこう強い売りの流れはまだ感じないですから、売るんであれば戻りをしっかり叩く、今であればこの調整のレンジを想定していきたいところですから、まあ、レンジの上限、上の壁というのをまずはしっかり探していくところから始めていくことになると思いますね。はい、ということで、まずドル円ですけども137円、これがレンジの高値なんですね。これをブレイクと見て押し目買いを見ていくのか、ブレイク失敗と見てレンジの高値と意識していくのか、これ意見が分かれるところだと思います。そして意見が分かれるからこそ攻防が起こる、攻防が起こったらなかなかこう決着もつかないですから、結果レンジになりやすいんじゃないかと考えています。上限137、下限136、今日に関してはもう FMC を控えてますからね、なかなか大きなトレンドを見ていくのも難しいと思いますから、一旦このレンジ相場を考えていこうかと思います。そして昨日の相場ですかね、円の方に大きな売りが入りました。まあ、金曜日のこの円買いというのがどうもやっぱ引っかかってたわけですけども、昨日大きな売り入りましたんでね、これでまあ円の方も少し方向感なくなってしまったかなと。ドル、円、ユーロ、このあたりがまあ方向感ないような状況ですから、やっぱりあまり大きなトレンド、期待していくのは難しいですかね。 FMC を前にして、あまり大きなトレンドを期待はしないようにはしていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。